想像以上に、軽犯罪、は時々、致命的な事態を招くわけだ。それ、をするのはでも、今までだって重篤な負債はあったはずだ、が。殺されるわけではない。単なる万引き、数千円程度の。鍵がなくなった、としても。鍵屋で数千円もかからず複製はできる。しかしその鍵があるということは、問題の金庫を開けることができるということで、なら？あの資料が外部に漏れた可能性は否定できなくなったわけだ。たかが鍵一つだ。しかし、どこまで行っても、こそ泥、その犯罪でしかなく、被害内容で言えば殺人罪それは、適用できない。今まで、この辺、に穴が開いていて、そこ、に住んでいた、横島な存在、が実はいて、その辺の蓄積された技、それ、が、王の印籠、を盗み、自分こそ王である、として、世界を密かに支配するようなものにまで、拡大した。